北条智時とは、お笑いトリオスーパーサイズミーの西本たけるさん演じる北条智時、女心がいまいち分かってなさそうな父や兄とはまた違うベクトルでダメな感じでしたね。女官に手を出したのは本当に記録に残っています。安時の奥さんにお母さんは上品だったのにと言われていたのはひなさんですね。今後智時さんの家系は結構鎌倉時代前期にいろんなお騒がせをする一家になっていくので、その要素も垣間見えるかなといったところでしょうか。 NHK の鎌倉殿の13人公式ホームページ1ペディア本編もよろしく。